役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。発言精査ゲームにしたらいいんじゃないですか。とりあえずムーブでやるゲームじゃなくて、スラしても濁りますよね。平和村作っても負けることあるしね。雨は白くなると噛まれますよ。優秀だったら噛まれますよ、狼が怖かったら。発言しないで、ああ、待って、まず話にならんです。はい。2日目、3日目、潜伏してもね、芯取れない可能性ありますよ。これひょっとりゲームですよ。なんだこいつはと思われてね、入れられますよ。私の1票じゃかばえませんよっていう。あとは、対抗出たら、まあ、その日のうちに、なるべくすぐに出た方がいいですよ。あとで2日目とか3日目とかに出ちゃうと、に取れないケースが存在します。とりあえず、ムーブでどうにかするんじゃなくて、シンプルにもう発言精査でして、狼が上手かったらもう狼が強かったってことで、もう本当になんとか村で勝ちましょう。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、ムーブでなく発言で頑張れっていうところは、まあ、同意できるけど、まあでもあんまり色落ちする発言ではなかったですね。私としてはですね、なんか、怪しい、なんかね、明らかにちょっと喋り方が変で、なんか、強靭ムーブしてるなっていう人とか、なんか、クレイジーな進行を唱えてる人物は、とりあえず釣りたいですね。あと、あ、そういう人がいるのに、なんか、いやいや、これは逆に白いだろうとか言って、なんか、そいつを残したがる人物、そういうのも怪しいと思ってます。強靭を保存したい狼かなって見方もできるので。あとね、これはおまけなんだけど、語気が荒いやつとかね、なんか、釣りたいですね。なんか、こいつ村でもいらないとか、なんかそういう言い方する人ってね、ほんと嫌いなんで、この今後のゲームが不愉快になるんで、もうそこは釣りたいって思っちゃいます。まあ、なければそれでいいんですけど。はい。そのくらいかな。まあ、8番さんはまだセーフってところですね。まあ、皆さんの発言みんな聞いて、一番怪しいって思ったところを叩きに行きます。お願いします。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあ、8、9だったら9番の方が印象いいかなと思ってて、まあ、9番が、まあ、その何、まあ、強靭残そうとする狼のムーブとかもなんか結構広い視野で精査しそうだなと思ったんで、まあ、印象だったら9の方がいいかなと思って。俺、8番で1個引っかかったのは、1個、何やったっけな。ちょ、ごめん。そのアーマーの下り、まあ、そもそも線で良くないと思ったから、だからそこ別に8番の人外要素じゃないと思ってるけど、そもそも線でいいと思ってるから、僕、村空とか嫌いなんで、あと、アーマーとか濁るんやね、なんせ。ぐらいかな。8、9、2周目で8、9だから9番の方が印象いいかなと思ってますけど、ぐらいですね。はい。まあ、回しますね。特に言うことないんで。伊庭さん、どうぞ。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番、八百屋です。よろしくお願いします。そうですね、自分村人で、特に何もないんですけれども、とりあえずなんか8番さんのおっしゃってることはなんとなく分かったんですけど、なんか喋り方的に、なんか人狼であってもうまそうだし、村人側でも強そうだしっていうところで、自分的にはなんかちゃんとお話2週目以降聞いていかなきゃなって思った次第です。9番さんに関しては、まあ、自分があんまし上手くないっていうのもあるんですけど、そうですね。なんか語気荒めの人は、なんか個人的に自分も嫌なんで、どっちかってなったら自分もそちら側ついたくなっちゃうなっていうのが正直なところです。まあ、この後多分、占い師が2人出るなり平和村になるかどうかはわかりませんけれども、まあ、2週目皆さんの意見聞いてなる。
あー、ごめんなさい、消えちゃいました。すいません、頑張ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。まあ8で気になったとこそこじゃなくて、俺8で気になったのは2日目3日目に出たらっていうけど、2日目3日目でそんな新役者潜伏するやついねえだろって俺は思うんだけどな。8番自身がやってたらちょっと面白いかなと思ったぐらい。まあ、9番に関しても確かに強靭部分とかそういうなんか変な部分すると俺も嫌だし、この人がいた場合っていうのはグレーにいた場合はグレーズリだったら釣りたい。片白だっても釣りたいかなと思うぐらいかな。だからゲームには進まないと思うし、村が活性しない。なおかつ、なんていうの、黒っぽくなりに来る人。その人から釣りたいから俺は。ではなんか発言が真っ当だから白とかじゃなくて、なんだこういうところの目線がおかしいから黒っていうのを言ってほしいかな。気になったら、9番に関したら。で1番に関したらまだ分からん。1番色落ちがないかなと思っている。2番に関したら、役職とかはないっていうのは言わんでいいかなと思ってる。役職出た場合、釣られるようになった。ぐらいかな。以上。4番のプレイヤーが発言します。4番です。2番白、2番白でした。はい。まあ、9番の色は知らんが、9番と白先の2番が、まあ、感情をあらわにしてきてね、口荒くならやせちょっと嫌だな、って感情精査を最終日にされたらだるいんで、感情頑張って殺しますね。はい。3番が9番に言ってるのも変だなと思ってますよ。9番に言ってことない、9番に言ってる内容っていうか、その、片白だった人としても、強靭っぽい行動していたら釣るって話はまた別だと思ってるから、3番のそれって。9番が受けてるのは、そもそも 初日にグレーを積める場面下で、強靭ムーブをしているオカミだってあるし、村人で強靭ムーブしてるんだ、それはそれで、精査の邪魔だからするよ、って話なんですよ。はい。片白でそういうムーブしてる人がおったら、確定強靭で置かないんですよね、3番さんも。だったら、対抗に占わせればいいと思ってるからこそ、3番が片白から釣る構図って違和感かなと思ってますよ。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。ただ単に3番さんって9番さんの論で、プラス俺は片白でもそういうことやってるやついたら釣りたいって言ってる論だと思ってるから、別に違和感は感じなかったんだけど、まあ、片白を釣るって論は結構暴論だと思うけど、3番さんの意思表示だと俺は思ってるから、そこまでじゃない？ 4 番が3番持つ違和感って。ただ、3番の2番に対しての、ちょっと向け方が俺は分からなかったなって思ったけど、2番って役付けしたって純粋に思っちゃったかなぐらいじゃないですか。まあ、あと、8、9、1に関しては進行論だったと正直俺は思っているから。じゃないですかね。あと、でも3番さんとね、8番さんに対しての取り方、これめちゃくちゃ一緒でした。以上。6番のプレイヤーが発言します。村人陣営です。お願いします。そうですね、5番さんの話の中で3番さんが2番さんにとった要素っていうのが理解できないって言ってたことがあまり入ってこなかった的な、5番さん言ってたけど、シンプルに2番さん、すかしたというか、村人ですって言っちゃったんでね、村人陣営ですではなく村人ですって言っちゃった気がしたんでね。だから3番さんが2番さんに対して取ったって、その印象っていうのは別に間違いではないかなと思ってる。まあ5番さんをそれで怪しく見てるわけではない。5番さんはそこに対して謙虚に捉えてたように見えたから。言ってたっけって感じで。なんか、俺聞いてなかったんだけど、わかんなかったらあれだから、みたいな感じだったから。まあ2周目かなと思ってるんだけど。現状で言って。7番のプレイヤーが発言します。なんか切れちゃいましたね。順番に触れていくと、8番さんはもう出方は大事やし、すぐ出てきてほしいし、発言で精査したいってシンプルなゲームをしたい人なんだなって思ってて、まあ人外でも言えるかって思いましたけど、なんか村なら沼りそうな、その思考だなっていうふうには思いましたね、8番さんは。9番さんはそういう、なんて言ってたっけな。覚えてるんですよ。ちょっと待ってや。村でもいらないっていう発言をいらないっていう人は、もう釣るって言ってたから、なんやろ。だから2番、9番さんってどこ叩くのかなって1周目聞いて、めっちゃ思ったけど、9番さんの2周目の発言で結構9番さんの色って落ちるんかなっていうふうに思いました。1番さんはあんま色落ちてないです。2がどうやった軸、どうやった時繋がるの5番。8番のプレイヤーが発言します。はい、
そうですね。まあ、3番、4番考えてね。はい。はい。まあ、ちょっと一応、潜伏出るかどうか。出たわ。まあ、俺の位置悪いから。つまり、2路いるんだよ。2番が本気で村人って言っちゃった村人が、マックス巨人だから、村人だったら、まあ、どっか白占ったら勝ちってことだな。白でも、村だ占ったら勝ち。難しいね。うん。まあ、3番、4番に任すわ。俺はまあ、どこかを守ればいいだけなんで。そうだね。9番の発言があって、5番は9番プラスか。3番はプラスにしてるのか。3番、4番の発言から、1番は9番を評価してる。ラインで、6番っていうのが、まあ、発言が途切れたのか分かんないんだけど、途中で終わったっていう感じ。7番がどっちかというと、なんか8、9で、なんか、3、5、6、まあ、3番はいいとして、5、6が足りてなかった。あ、6番には初め言ったけど、5番、6番触れてないとかだから、結構難しそうだね。ライン作ってんのか作ってないのか、潜伏を選んだみたいだね、狼は。もともと潜伏するつもりで強靭までにいいとしちゃったってパターンだね。あ、まあ、とりあえず3番、4番が考える時間作ればいいから、まあ、任せますよ、もう。いろいろあるわ。2番村だと思えたら白占えば、で、村占えば勝ちっていうゲームっすね。2番の強靭まで追ったら、まあ、黒狙いでも、まあ、任せるわ、そこは。自分、4番が決めればいいんじゃない、占いに関しては。次は3番、4番で任せます、はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、平和村っすね。1567に異人外がいるということですね。まあ、現状気になっているのは1番と7番かな。1番っていうのがね、8番より9の印象がいいって発言を残してて、まあ、それ団体ならそこまでもないんだけど、とりあえず9の評、8を釣りたいという気持ちを出しつつ、9の評価値をしておきたいっていうムーブには見えたんだよね。まあ、ちょっとこれは微妙なんだけど、まあ、次7番ね。7番っていうのは、9番っていうのは、村でもいらないとかいう発言をしたやつは釣るっていう、9の2周目の発言気になるって言ってたんだけど、私の発言の本質って全然そこじゃなくって、それっておまけみたいなもんだから。私の趣旨っていうのは、クレイジーなムーブをしている人物を最優先、それから、そいつを妙に残したがっている人物を怪しく見るっていう発言の方だから、発言の方でね、それおまけに過ぎないから。そう。だから7番っていうのはなんか不当な要素で私を叩きに来てるなっていう感じだから、まあ7から今日は釣りたいかなって思ってますね。うん、4番さん、4番さんはね、なんか感情を殺してくれって言ってたからね、めっちゃ神妙感じてたんですよね。うん。まあ4番さん、あれ別に感情自体殺さなくていいです。もうどんどんパッション出していってください。ただその時に暴言は使わないでくれっていうだけで。うん。そんくらいかな。なんか6番さん途中で切れちゃったんですよね。17。まあ、7のさっきの殴りがやっぱ9を釣りに来てる。この部屋村の盤面で9を釣りに来てるっていうムーブにしか見えなかったから、7かな。私は7入れますね。1番のプレイヤーが発言します。マジ？生釣りってなくない？ 7 番陣がやったら、何かしら出るくないと思えたな。7番の位置まで、誰も塩ないんよ。占い4番しか出なくて。ほんま分からんけど。俺白いと思ったのは5番かな。5番のまあ、僕もその3番が2番だったよ、若様連動だったんだけどね。それ分からんかって、まあそこ言えたのは良かったんだと思うんやけど、あとね、5番が陣がある時ね、4番さんに、そこじゃなくないみたいな、なんか5番が殴んないかなと思った。5番が狼でね、平和村作ったとして。だから5番から今日釣りたくなくて、なんで俺9かな。9か、まあ、発言どっちで切れちゃって、あんま色落ちない6だと思ってますね。9番してあんま7釣りた理由がわからんのと、僕はあんま怪しいですよね、9番って。9番の評価してたけど、僕の位置で8、9だとそれ9の方が印象良くならないと思ったから、別にそれを評価して、なんか無理やり僕を黒く塗ってきてる感じがしたから9かな。ぐらいっすね。まあ、7は占い位置でいいんじゃないかなと思ってます。ぐらいかな。以上でーす。しか言うことないよな。俺、5は今日つなくていいと思うよ。6か9だと思ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。すいません、なんか自分のめちゃくちゃ聞き間違いだったの申し訳ないんですけど、なんか一番最後が最後言ったの、
7番さんが占い師でもいいんじゃないかなっていうのは多分僕の聞き間違いだと思うんですけど、なんか変に聞こえちゃいましたっていうところ で7と9はすごいバチ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 してんなっていうのは分かったんですけど、でもなんかあの1番さんが言ってた、確かに7番さんまで順番回ってきたら人狼だから何かしら使用するんじゃないかなっていう意見にはすごいなんかさ腑に落ちてしまって、逆に攻撃してた9番さんが怪しいんじゃないかなと思ってます。でもう一人人狼どの方なんやろうっていうところで言うと、もう言葉尻ばっかで申し訳ないんですけど、5番さんが言ってたあの村人陣営でしたってなんか過去形だった感じがなんかちょっぴり怪しいなと思ってるところで、今のところ一番怪しいのは9番だと思ってます。以上でございます。3番のプレイヤーが発言します。じゃあ進行取るね。16ラン、16のランページ。で、97占い。記事は絶対4守り。これで勝ってる。2番が狂人だった場合って何かしら出るし、1番が7番が人外だったら何かで出るよっていう、それだった場合っていうのは9番にも5番にも6番にも出る構図やから、1番が7番だけに助けに行くことっていうのは、7の色が出てて、1は1が7が評価に進んでいるのか、または相方だからっていう点があるから、1番をランテージに行った。6番に関しては途中で何か言い出されたら分からなかったから、まあ、悪いけど変態ボイとかしないから。1番が上がった。はい、裏が1番が7番っていう記事は絶対4番。現実的にやらかしたらもう。俺は黒でも白でも。このうち占い結果黒だった場合強いし、白はつける場合じゃ盤面じゃないから勝ち目ないと思ってるぐらい。全体場合4番かな。はい、ここは絶対1、6ラン以上。4番のプレイヤーが発言します。まあ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 。1番と6か7どっちかでいいなって僕は思ってたから、まあ別にいいっすよ。はい。まあ、一番確定で釣りたいなと思ってたけどね。一番視点で5番に評価してる内容と7番を評価してる内容が食い違ってるから、1番って5番が4番に対して殴る構造を取るのが5番狼に見えないって言ってるんですよ。そうなった場合に6、7、9って4番に対して視点向けてないんですよ。1視点で7番も狼位置入りますよねって話なんですよね。はい、それと1番と5番に対して5番狼だったら出るんじゃないか、4番に殴ってる構図、それはわかる、それはわかるが、じゃあ7番が遠方して出ない意味って平和村を作りに行きたかった構図全然あるんですよ。1番が7番と5番にしてる精査って不平等だなと思っているんですよね。はい、まあそれぐらいですね。はい、どうだろうな。別に7番が単体で黒いとかじゃなくて、1番が7番を弾く構図がめちゃくちゃおかしいから、1番7番が見えるから、って話なんですよ。7番が単体で黒いとかじゃないんですよ、そこに関しては。はい。まあ、それぐらいです。それぐらいじゃないと思うけどね。うん。1番は絶対ラン1に入れてください。まあ、6番、7番どっちか、じゃない？ラン1上げるんだったらと思ってるけどね。はい、以上です。5番。のプレイヤーが発言します。レジスタがいいんじゃね。まあとりあえずグレーに触れていけば、6番に関しては、まあ、もちろんせから、ただね、あ、まあ自分に対して1が怪しまれてる状況で1番残ったとって村でも釣られるから、レジスタそこからの変化を見るしかないんじゃない、はい、もう7番に関してはなんだろう、なんかわかんない、最後途切れちゃったけど二郎軸で5番って言いました。わかんないけど、もしそう言ってたならその論を提示してほしかった。時系列ずれずにね。9番に関してはめちゃくちゃ暴論俺は言ってるなって思ったかな。初日中において1番が8番を釣りをしたい構図に見えたって、9の評価集って結構むちゃくちゃだなって思ったけどね、うん、で7番って9番に対してなんだろう、怪しい要素とか取ってるわけではなく、9番って色落ちするんだろうなって言ってただけだから、9番ってめちゃくちゃ7番に対してこの人不当な要素で取ってきたなっていう不当な釣り方だったと俺は思ってるんだよね。で1番に関しては、まあ、でもね、1番が7番と5番に別に取る要素って別でいいと俺は思っちゃうんだよね。だって別だもん。思わん？だってめちゃくちゃ別じゃん。例えば、狼要素弾いたとしても別じゃん。7番と5番で言ってる論の弾き方って。って思っちゃったぐらいですかね。じゃあ、どこなのって言われたら、まあ、一番不当なとこ行ってる9番とかは結構不当なんじゃないかなって思ってるけど、まあ、ランページ従います。6番のプレイヤーが発言します。
どうしようかな。まず結論ファーストから言うかな。結論ファーストで言います。17かなと思っている。あって5番かなって感じですかね。5番って、もうちょっと6番の、なんだろうな。俺のこともうちょっと警戒していいんじゃないかなと思ってるんだけど、そんなことないの。そこはまあ5番の主観的な問題だと思ってるから、どうとも取れないんだけど、どうなんだろうなって感じですかね。まあ結論から言うと17だと思ってる。で、申し訳ない。追加しようと思ったら追加できないんだよね、一瞬、これ。まあそういうことっすわ。で、皆さんに協力していただきたいんですが、時間軸を戻して考えてほしいんですね。僕の、先週の話をするんで、前週の話するんで、前週の視点で一番印象悪いなと思ってて、一番が印象悪いなと思っていて、8球の評価したときに、8番に対して不当だなと思ったんですよ。これ盤面固まってない時の話ですよ。盤面固まってない時の話です。8番に対する印象が、なんか微妙だな。8番って、自分含めてないんだよね。自分以外に対して言ってることに対して、1番って8番に突っかかってるから、なんか変だなと思ったんだよね。1番の8番の要素の取り方。それで印象悪いっていう風に差つけてるから、1番不当だなと思っていた。で、7番に関しては、2周目の話を聞いて、2周目っていうか、まあ2周目じゃないね。1周目の最後だね。7番、1周目の最後の話を聞いて、7番って2番狼だったらみたいな話しなかった。俺、それがなんか、いまいちピンときてなくて、潜伏追ってるってことなのかな？ごめん。そこのあれはいけないけど、1言ってください。1。結構人。7番のプレイヤーが発言します。僕に対しての説明めっちゃ聞きたかったですね、6番さん。そうなんですね。僕、9番さん別に怪しいとか叩くとか全くしてない人物で、9番さんの2周目の発言で結構色落ちがする人物だなっていう精査をしたので、9番にめちゃめちゃ話をねじ曲げられてるなっていうのはありますね。初週で5番さんが2番さんに、スムラを透かしたことは知らずに、5番は2番を擁護する発言をしていたから、5番さんって、なんやろ、4が一角したときに、どうなんやろ。5番って結構ないのかなって思ってますね。だから、169に、どっちかいるんじゃないか。どっちかというか二郎いるんじゃないかと思ってるんですけど、9が僕に対して殴ってきたから結構不当だったんですけど、釣りたい要素にはならんのかなって思ってますね。まだ2周目全く触れてないのに、でも5、6に全く触れなかったんですよ、9番って。9とはライン切りでバチバチやり合って、9、1ローローなのかなって思ってますけど、6番の気になった要素があって、5番は全然6番のこと気にしないんだねって言ってる人物で、気にしないってどういうことですかって思いますけど、まあ確かに5は9にしか叩きをほとんど入れてなかったから、それを擁護したっていうふうにも取れるなっていうのは若干ありますね。1より6行きたいかもしれないです。ランテージには従います。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石。私はただの石。俺を選ぶなんて悪い子だな。え、私が悪人ですって。俺を選ぶなんて悪い子だな。6番のプレイヤーが発言します。ほうってことはこれもうなんか俺的にはもう17なんじゃないかなって思うんだけど、7番さん俺の話聞いてたかな。5番ってなんでそんな俺のこと汲み取るんかなっていうのはちょっと思ってる。シンプルにもうちょっと警戒しても良くないかと思ってるんだよね。だって6番ってわざわざ5番のことをまあ擁護ではないけど、なんだろうな、それでは怪しく見てないよって、それだけで怪しいとは言い切れないよねっていうことを言ったまでであって、別に擁護ってわけではないから、それを擁護と捉えてる5番も怪しいなとは思うんだけど、その話を聞いた7番が今の発言するんだったら17で5の評価してるのかなっていうふうにも見れるかなと思ってるかな。そっちの方がしっくりくるのかなっていう感じですかね。でじゃあ、1号のつながりないと7番は否定でき、そこを否定できるのかっていうところが一番聞きたいかな。で、9番に関しては、9番に関しては、道連れ。
のプレイヤーが発言します。6番に捏造されたんですけど、1周目の段階に関して、8球に関して9番の方が印象がいいって言ったけど、8番の印象悪いで言ってないですね。しかも僕した話って、8番にあのアーマーとか別にいらんくないっていう、アーマーとか1000でいいよって言っただけだから、別に。なんでかっていうと、6番って、どうせ4番に捏造してきてるのに、今日6釣れないのおかしいと思って、6絶対人外だと思ってて、だから4番と3番の7番も今日はおかしいかなと思いました。7番って91で見て、で6釣りたいんで。91打で見るんやったら、あと91で見る視点が分かった。9番が1打でラン上げてて、僕が9番に対して殴りかかってる構図で、7番が91見える理由も分からんし、それ6行きた理由も分からんかったかなと思ってます。ぐらいかな。6、9、7、陣外だと思ってますよ。だから4、5占いとかも悪いんじゃないかなと思ってますけど。ぐらいですね。今日6つってください。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから私はただの石、俺が1位合わす。大きなやつは制裁ずり入れる。これでいい。もうそんなやつがいたら、そんなやつは村だったら負けていいんだ。もう大きはもう強人とみなしたりする。1はもう3、4のために合わせろ。もう意地張らずに。これでいい。1はもう、1はもう占い師がもう6入ってっから。追放されるプレイヤーを1番一の遺言を発表してください。まあちょっと僕釣られたんですけど、これで村落ちてるんで、まあ、きついなと思ってますけど、誰がやったんや、3がやったんやけど、その5番と7番で不平等制度してるって、5番が4番に殴りかかってるから、5番が平和村作った神社に見えないっていうのと、7番が盤面的に白いっていうので、7番白く見ましたね。ぐらいかな。もう6、9で陣外だと思ってる。6、9、7陣外だと思ってるんで。まあ、4番強靭じゃないとこ占ってほしいかなと思ってますね。ぐらい。マジで、今日なんで僕釣られたかわからんねんけど。6釣りだと思います。普通、まあ、5番も今日僕入れてるんで、わからんなと思ってるけど。ぐらいかな。以上。3が来たら明日の結果を、ね、夜が更けました。騎士の方は夜のアクションを上げる時あるし、私が悪人ですって、もう怒りますよ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに2番のプレイヤーが発言します。早く色出してくんない？狼がさ、これだからいいんだけどさ、3番も色出せよって話で、4番も色出せよ。怠慢なんだよ。俺が狼ならそうこじるわけでするわ。まあいいんだけどさ、狼が。色出せよ、もう。3番のプレイヤーが発言します。
1から、ね、1黒。はい。これですね、4番黒。多分6。変わっていくね、4番。あれ ?4 番裏で結構欲しいんだけど。これが置いてる点は5番、5番、9番の標準位置、6番、7番の方がいると思ってるから、1、6番、0、4番もいい目線いってるなと思った。はい、だから6番、7行きたいから今日は。7ずりからとりあえず。そういう結果1に出ないのおかしいし、とりあえずまあ白黒出ないんだったらもうとりあえず7から進むのかなと思ってるぐらい。高級多分標準位置だと思ってるから、まあ裏の結果聞いてからだね。4番のプレイヤーが発言します。さあ、まあ。6番、1番黒コードだったら6番、7番、ロゴラでいいと思ってますよ、別に。はい。まあ、それぐらいっすね。まあ、白引いちゃってるんでね。どこよ、はい、まあ、6番、7番、ローラーでいいんじゃないですかと思ってるけど。どこよ、まあ、7で終わるんじゃないの、はい、と思うけどな。どこよ、1番黒コードで、5番相方。1番5番相方だった際に、1番がほぼほぼ、狼だと言われてる盤面が、1番がいくら白目を上げて、1番が白目をめちゃくちゃ取りました、遺言で。となった場合に、1番5番狼で5番に占い飛ばして、一縄でゲーム終了しに行くコードを取ってるから、あんま5番の、5番相方が見えてないから、6番、7番ローラーすれば終わると思ったんですよ。はい。うん。そうじゃないと思うけど。一番五番って見えるかと思うけどね。あ、俺はあんま見えないけど。いや、別に一番五番って、五番が二周目段階で一番のことをかばう構図ってあったから全然あると思うけど、一番の遺言からあんま五番って見えないなと思ってるけどね。まあまあ、これでライン切りしてたらうまいなと思うよ。これでライン切りしてたらうまいなと思うから、まあ一応ね、一応ちゃんと今日釣ってないところ、じゃ例えば六番詰めたら五番七番なしでちゃんと精査してねと思うけど。ね、残ったグレー2枚あれでちゃんと精査してねと思うけどね。はい。それぐらいじゃない？一番黒見えてるのは6、7どっちかかな。5番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ1黒危険とか考えずにして6、7の別に黒要素。っていうかおかしな要素って、まあ、6番視点では1番の発言に対してはまあ捏造してるっていうのは事実ではあると思います。で7番視点で9-1を提示したのにかかわらず、6番投票でしょ、まあ、そこに違和感があるよねぐらいじゃないですかね。で俺に狼要素を感じ取るのは自由だけど、うん、じゃないですか。まあ、でもね、6番が5番に言う論って、まあ、正味少し正しいことでもある。だって、平和番組において村の評価種ってやっぱ1票大事だから、6番が5番に対して2周目にも置いて評価種してる可能性ももちろんある。ただ、俺なんかこの発言言うと臭く感じるかもしれないけど、俺1番で遺言聞いても村だと思ってしまったんよ。ごめんだけど、本当に。ただ単に3、4番が1番に入れてるから1番に入れたんよ。まあ、結果従ってよかったんやけど、手だけ。俺1番そこまで黒要素を取れてた人間ではなかったから、まあ、それは役さん強いなって思っちゃったかな。ぐらいじゃないですかね。6番、7番さんの意見聞いてみてじゃないですか。以上です。6番のプレイヤーが発言します。どうって言うけど、9番の方が印象がいいと言った時点で8番の方が印象悪いと言ってることとほぼほぼ同値じゃないですか。これは結構分かってほしいものかなと思ってる。8番って別にだからその初週に関してもう一回言うけど、警戒してただけでしょ。それ別にクローズにも何にもならないと思うし、印象悪くもならないと思うんだけど、警戒することって大事じゃないですか。だから俺は警戒心のない5番を怪しく見てるんですよ、若干。だけど、そこはその話を聞いた上でも7番が、言ってくるっていうことは、もう7番じゃないですか。7番で終わると思いますよ。そんな言ってることおかしいですかね。あと、1番の遺言が白かったって言ってる人に言いますけど、1番の遺言で6、7、9だと思ってるって言ってるんですよ。3人外。いやいやいや、5番が評価したところから5番の人外要素ってあるでしょ。別に、そうとも取れるでしょ。だ二面性があるところでそんなに決めつけてる一番が圧倒的黒いと思うけどね。
だから、俺は1、7で終わると思うけどね。終わんなかったら5番じゃねえかなって思ってるけど。4番の占い結果次第なんでね、はっきり言えば。9番占いのか5番占いのか、発言聞いてる限り俺9占いで白出たのかなって。まあ俺からしたら9番って一番縄が届かない位置だから、助かるっちゃ助かるんだけど。あともう一つ言うと、隠し色が多い状況で、村が釣られた場合、占いで黒当たる確率って高いんですよ。だから、一番の遺言にも俺はめちゃくちゃ違和感しかなかったから、一番黒釣れてるなーって、人外は釣れてるなーと思ったかな。はい、7番。7番。のプレイヤーが発言します。正直僕死んだ方がいいのかなっていうのはありますけど、占い結果普通に教えてくださいよ。隠す意味がわからないんですけど、シエさん無駄になりますよ。全く意味がわからないですけど、占い師言わない意味が。急しろ。あ、9番白なんですか？普通に昨日6行くって言った理由なんですけど、何やろ。6の精査をしているうちに6の方が黒く見えてきちゃって。ただ1と6は繋がらないなと思ってたんですけど。何でしょう。9がめちゃめちゃ黒いと思ってたんで、僕に対しての殴りが不当すぎたので、1、6ランやったら、1と9は、やっぱ繋がらんかと思って、6っていうあれになりましたね。いや、多分これ僕生きてても、今の発言聞いても多分無理だって言われると思うんで、僕釣りからでいいですよ、全然。僕釣りからにしましょうか。狂人っぽい人どこって言われても全然わからないですし。5、6に強路いるのかなっていうのはありますけど。6がローで、この、別に5の強めってないけど、なんか、お互い叩ききれてない感じがあるかなっていうのはあるけど、8番さんに任せますよ。8番のプレイヤーが発言します。うん、だから、まあ、3番、4番が言ってる通り、6、7でいいんじゃない？もう4神が入ってるってことが、4番の言葉しか推測できないでしょ、神が。167を疑ってんだから、67に占いが入ると思ったで噛む方がいいんじゃない？一番ってのは9を評価し、二周目叩いたけど、5番を占ってもいいって言ってんだから、どっちかって言うと67なんじゃない？知らん、5番だったら何、占われると思ったの？ 7 番あたり占われて白が出たらきついってこと？ 4 番噛んだ理由って。あ、4番グッチョブなんだよ。まあ、占い結果早く出してくんねえかなと思ったけど、まあ発言精査すればまあ、6、7でいいよ。3番、4番がそう言ってんだから、もうそれでいいんだよ。まあ、6、7のどっちかにローがいて、4番から黒もらうの怖かったっていうことじゃないんじゃないの？もう3番噛む余裕すらないくらい。と考えた方がいいんじゃない？ 5 番、9番、まあ9番白だけど、5番、9番だったら細工すればいいからな。3噛むとか、俺噛む余裕はまだあるからな。3噛む余裕はあるだろうし。まあ、6、7、ロラでいいんじゃないかなとは思ってるよ。まあ、6、7どっちかでって考えたらいいんじゃない？神考察から考えれば。5番かもしんないけど。相方を占いって言うもんなんだろうか。5番の票が初めは6入ってるけど。なんか5番が強人とかで6、7にローがいそうな雰囲気漂ってるのは俺だけ？まあ、いいんだけど。でも、だったら6行くか。まあ、6、7でいいと思う。3番、4番がそう願ってるから。9番のプレイヤーが発言します。7番さ、自分からでいいとかじゃないよ。あなたが本当に村ならここは頑張ってなんとか釣られないように頑張るところだよ。それで釣られないようになると思ったらお間違いだから、これ7番実利発言だからもう7から行くよ。5番、そう、私の言いたかったことで6番がほぼ言ってくれたんだよね。これ1番のね、ああいう名物ってやりがちなんだよ、狼って。狼って誰か特定の人を釣り押そうとすると、それ雑殴りじゃねとか叩かれるし、即座に少なくともその叩いた人物から票をもらっちゃうんだよね。だからそういうのしたくなくて、8番と9番の印象付けをして、8番はアーマーとか言う必要ないよね。チラッとなんか8番の審査をしつつ、9は印象がいいよねって9の票も回収するんですよ。こういう風に狼って初日生き残るするから、1ってその典型的な狼ムーブしとったんですよ。
そう、その行動自体黒いわけではないけど、狼がよくやる典型的なムーブだったから、だから一応。人狼がゲーム終了。村人陣営の勝利です。